日本を一周した中路艦隊ですが、その中に通常動力型潜水艦の影があったのをご存知でしょうか。今回は中路艦隊一周を詳しく見ていきますね。津軽海峡を通過すると、中国が台湾海峡を海上自衛隊が通過するようなものです。分かってやっているのかな？行動が不思議です。2021年10月、中国とロシア両国の海軍艦艇が日本海側から隊列を組み、総数10隻以上の艦隊となって津軽海峡を抜けて太平洋側に進出したことは、その行動が史上初のことでもあり、日本のマスコミでも大きく取り上げられた。この時期、このタイミングで中国とロシアの両海軍がこうした行動を行った背景には、アメリカや日本を中心とする西側諸国が多数実施してきた南シナ海や東シナ海での中国海軍を対象とした合同軍事演習への対抗の意図もあるのだろう。中国が自国を対象としたこうした西側諸国の合同軍事演習に反抗する反応を見せるのは特別な行いではないと思えるが、ロシア海軍と合同での艦隊行動を行ったことが太平洋方面におけるロシア海軍の存在を再認識させた。かつて、米ソ冷戦時期の最盛期には、旧ソ連の航空母艦、キエフやミンスクが太平洋方面に進出する動きを見せるだけで、連日、その動向が報じられ、当時、日本の最大の仮想敵国であった旧ソ連海軍の脅威は大きかった。こうした往時の旧ソ連海軍の脅威をも思い起こさせた、今回の中国海軍とロシア海軍の艦艇の行動について、できるだけ時系列順に確認されている動向を整理して並べてみたいと思う。まず、10月11日、中国海軍の南昌9055型駆逐艦1隻、ルーヤン 9052D 型駆逐艦1隻、チャン海級 II 型 054A 型フリゲート2隻、フーチー型903型総合補給艦1隻、ダラオ級潜水艦救難艦1隻の計6隻が、対馬海峡から日本海へと進出した。これら合計6隻の中国軍艦隊に、推定では1隻の通常動力型潜水艦が合流し、10月14日から、ロシアのウラジオストック沖合の洋上で、ロシア海軍の艦艇群と、海上連携、上海連携、2021と呼ばれる合同軍事演習を17日までに実施した模様だ。この、上海連隊と呼ばれる、中ロ両海軍による合同軍事演習は、昨年2020年こそ、新型コロナウイルスの問題で未実施だったが、それを除けば、2012年から毎年実施されており、実施されている海域も多岐にわたっている。上海連隊合同軍事演習は、今年の日本海での実施以前は、2019年には九尾上、2018年にはオホーツク海上、2017年には南シナ海上を舞台として行われており、日本にとって最も近づいたのが今回だったとも言えるだろう。さて、今回の上海連隊2021に対し、ロシア海軍からは、ウダロ。イキュー駆逐艦1隻、ステレグシチー級フリゲート艦2隻、キロ級通常動力型潜水艦1隻に、掃海艇やミサイル艇等合計8隻、空軍や海軍の航空機も割ったとされる。実施された内容も中ロ両軍の水上戦闘艦による、砲撃訓練や対潜哨戒戦闘訓練、機雷を海上から除去する掃海訓練など多岐にわたっており、戦闘における戦術面の連携の強化を図ることに主眼が置かれていたと考えられる。今回の上海連隊2021が実施中だった15日、ロシア側は同合同軍事演習の妨害を企図し、
ロシアの領海内に進出しようとしたアメリカ海軍の駆逐艦の行動を阻止したと発表したが、アメリカ海軍は事実無根とコメントしている。ロシアとアメリカの両当事国の主張が全く噛み合わないため、この事象が事実か否かの判別は困難だが、アメリカ海軍の駆逐艦がロシアの領海にあえて積極的に侵入する理由も見当たらず、どこかキーな感じを抱くものとなっている。また、今回の上海連隊2021について、ロシア海軍側はキロ級。通常動力型潜水艦1隻が参加したことを公表しているが、中国側は、自軍の潜水艦の参加については、公にしておらず、この点について、多くの憶測も呼んでいる。大多数の日本側の見方では、存在自体の秘匿が、秘匿原則の潜水艦の動向について、特に中国側が日本海方面での自軍潜水艦の活動を伏せておきたいと志向しているものだと考えられているが、これも真偽のほどは不明だ。逆に日本側から見れば、対馬海峡を潜航したまま航行した中国海軍の潜水艦が仮にいたとしても、海上自衛隊の対潜哨戒網は確実にこれを探知できているはずだと見られ、日中、ともに、あえてこれについては触れていないとの声もある。今回の、上海連携2021が17日に終了した後、中国海軍の南ちゃん級055型駆逐艦1隻、ルーヤン級 052D 型駆逐艦1隻、チャンカイ級アイアイ型 054A 型フリゲート2隻、フーチー型903型総合補給艦1隻は移動を開始した。この中国海軍の5隻に、ロシア海軍のウダロイ級駆逐艦2隻、ステレグシチー級フリゲート艦2隻、マーシャルネデリン級ミサイル追跡艦1隻の5隻が加わり、総勢10隻となった艦隊は、津軽海峡から太平洋方面に進出したとされる。この10隻の中ロ合同艦隊の動きは、18日の午前8時頃には、海上自衛隊の把握するところとなり、青森県の同隊は、茅野井基地から P3C 哨戒機、北海道のは、小館基地から、菅、島型掃海艇掃海艇の、水島、及び、青島が追尾し、監視任務を遂行した。冒頭でも述べた通り、中国海軍とロシア海軍の艦艇が合同の艦隊となってこうした動きを見せたことは初の出来事であり、これらの艦隊は津軽海峡を通過後、南に進み、鹿児島県の大隅海峡から東シナ海の東部まで達したという。東シナ海東部に達した中ロ10隻の合同艦隊は23日の午後に散開し、中国国防部の発表によれば、この間、他国の領海に侵入することなく行動しており、具体的な国を対象とした活動ではなかったとコメントを発している。中国、ロシアともに、両国の国防部は、今回の一連の中ロ合同艦隊の行動を、海上での合同パトロール活動だと述べており、主として、アメリカを代表とする西側諸国が、南シナ海で航行の自由作戦を行うことへの対抗措置であることが伺える。期せずして、周囲の対馬海峡、津軽海峡、大隅海峡を中国及びロシアの艦隊に通過され、日本としては標的にされた感もなきにしもあらずだが、中国とロシアが警戒しているのは、アメリカとイギリス、オーストラリアの新生オーカスと見る説が濃厚だ。オーストラリアがこれまでの親中路線から転換し、南シナ海への中国の進出を懸念して、フランスからのアタック級潜水艦調達計画を防具にして、アメリカ及び
イギリスの技術支援を受けて原子力潜水艦を保有することへの意思表示という視点だ。無論、自らを標的とされた中国がアメリカ、イギリス、オーストラリアの新生オーカスという安全保障体制を歓迎しないのは当然だが、ロシアのプーチン大統領もこの中国の考えに明らかに同調する姿勢を見せている。かつての米ソ冷戦時代の最盛期でも、旧ソ連の経済力はアメリカには遠く及ばず、自国からアメリカに正対できえるほどの遠征可能な海軍力を持つことはできず、積極的な攻撃に出る可能性は低かった。しかし現在の中国は、すでに GDP ではアメリカに次ぐ世界2位の経済力を手にしており、当時の旧ソ連よりも、その気になれば強力な海軍力を保持することも十分可能な国力を獲得しつつあると認識しておくことが肝要になるだろう。旧ソ連崩壊後に強力な仮想敵国が崩壊した NATO 各国は、おおむね軍事力の削減の方向に進んだが、ここに来てロシアの軍事力の復活傾向にさらされて、再び弱体化してしまった軍事力の補填に迫られている現実を忘れてはならない。それにしても、中国の通常動力型潜水艦はすぐに見つかりましたね。ほんとバレバレですし、中ロ艦隊が日本一周するなんて、政府も強く出ないといけない。